どうも、佐々木あさひのビログチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、ドン・キホーテの購入品をご紹介していきたいと思います。化粧品とあとお菓子ですね。そんなにというか全然数は買ってないんですけれども、紹介していきたいと思います。まず一つ目はもう開けてしまったんですけれども、こちらです。マジョリカマジョルカのラッシュシークレットロングというマスカラでございます。で、これはね、ちーちゃんがインスタでこう、ケイトのラッシュマキシマイザーよりもいい下地を見つけたっていうのでね、上げていて、で、本当に?と思って早速すぐ買ってしまいました。ちなみに今つけているんですけれども、いいね、これいいです。実際につけてこんな感じになります。カールキープもしっかりされております。そしてですね、こちらのヘッドがコームタイプになっているので、しっかりとこうセパレートしたまつげを作ることができるし、こう黒い繊維が入っているので、これだけでもですね、エクステまつエクをつけたようなこう長いまつげ、そしてセパレートをして細いまつげを作ることができます。マスカラをしていることがバレないほど超ナチュラルなのに驚きの長さ、上向きカールまつげに、その通りだと思いますね。で、ウォータープルーフにもなっているので、下がりにくいしにじまないっていうのもいいと思うし、で、これベースとしても使えたりするし、こんな時に便利っていうので、メイクしてるけどもバレたくないね。多分学生さんとかはとってもいいんじゃないでしょうかね。で、いつものマスカラよりもっと長くしたいっていうね、これをベースとしてつけて、さらに、マスカラつけると結構ね、長さも出ると思います。このまつげはこれを塗った後にもう本当にサササッとマスカラを上から塗ったぐらいで、基本的にはもうほぼこれだけの仕上がりになります。いいよね、カールも効いてるし、使えます。そして続いてはドドのアイカラーペンシルウォータープルーフで、CP50 のパープルという色を購入いたしました。これがですね、テスターでちょっと試したところ、すごく可愛い色だったのと、こう描いてもね、本当にウォータープルーフなのでよれないし落ちないっていうところが気に入りました。はい、こういう色になってます。ペン先はこんな感じになっていて、繰り出し式のペンシルになってます。で、こっちには削るやつもついてるタイプになってます。このパープルがね、可愛いなと思って、ちょっと白が入ってる感じのパープル、わかるかな、ちょっとピンクにもね近いかもしれないですね。ちょっとポイントでこういうところに少し入れるのも可愛いかなと思って購入しました。さりげなく夏感を出す感じですね。これ以外にも黄色、ピンク、グリーン、ブルーだったりとか、結構ね、可愛いパステルカラーが揃っています。どれもちょっとこう白みが強いこういうパステルカラーなので、そういう感じの色をお探しの方はですね、ぜひチェックしてみたらいいと思います。そしてもう最後なんですけれども、それがこちらでございます。禁断のラムネ新食感ショコラ、今年も解禁って書いてあります。知ってました？これ、もうなんかこのパッケージを見た途端ね、もう唾がブワー出てきて、もう買わずにはいられなくって、ちなみに2個買っちゃったんだけど、ひんやり弾ける美味しさにガリッと癖になる食感が加わった禁断のラムネをお楽しみくださいということでね、ラムネ風味の弾けるチョコが周りで、で、中のところがですね、新食感ボールになっていて、ラムネ風味のひんやりパウダーが周りをね、コーティングしているということで、気になりますね。早速いただきましょう。おー、あー、いい香りです。ラムネのいい香りがします。こういうの大好き。大好き。これがチョコってことなんだよね。いただきます。ただ。これガリ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 シュワシュワ、美味しいしかも弾けるわたあめにも入ってたりするパチパチするやつが入ってるんで、今口の中でもパチパチしてます。ラムネ風味の弾けるチョコってことで、チョコっぽさは全然なく、むしろなんか本当にラムネって感じですね。ラムネなんだけど、ちょっとなんかサクサク柔らかい感じもあったりとかしてね、美味しいです。本当に新食感だね。
これはすっきりするお味でございますよ。あ、これもかば屋さんですね。この前のあのスイカとかかき氷のグミを出してるところですね。かば屋さんは面白いものを出しますね。うんうん、はい。ということで禁断のラムネ新食感ショコラでございました。でですね、ツイッターでもつぶやいたんですけれども、あのラブライナーっていうアイライナーあるじゃないですか。あれがねすごくお買い得になってて、ラブライナーのブラックが2本入って、さらになんかまつげつけまつげののりがセットになっていて、3点セットになっていて、確か1600円とかだったと思うんですね。1個のライナーの値段で全部ゲットできるっていうね、総額4000円ぐらいのやつだったんだけど、それがドンキ限定になっていたので、もしアイライナーをこれから買おうかなっていう思ってる人がいたらですね、ぜひぜひあのドンキチェックしてみてください。もしそれがあったらすごくお得だなと思ったんで、私あのアイライナーたくさんあるので買わないかったですけれども、なかったらこれは絶対買ってたなっていう、一品でございました。はい、ということで、今日はドンキの購入品でございました。はい、ドンキは楽しいねそれじゃあまた明日お会いいたしましょう。バイバーイ。